こんにちは、ピー。あいにゃんこと鈴木あいりです。皆さんご存知の通り、東京ディズニーリゾートは休園してしまっているんですが、最近海外のディズニーも全て閉まってしまったんですよ。とっても寂しいですよね。もうディズニー不足すぎてもう干からびちゃう。こんな方多いんじゃないでしょうか。なんですが、干からびた私を蘇らせるとあるものが届きました。それがこちら。ドーン。こちら何なのかというと、海外ディズニーに私の親友が今住んでいるんです。海外ディズニーに住んでない、アメリカです。アメリカに私の親友が今住んでいるんですが、1ヶ月前の休園する前にウォルトディズニーワールドに行ってたんですよ。その時に何か買っていこうかって言ってくれたので、200ドル分のお土産を頼んじゃいました。それがこちらです。20年代の親友が買ってきたものはどんなものなのか、今日はこちらを紹介していきたいと思います。私のことを知りに知り尽くしている彼女がどんなものを買ってきてくれたのか、とっても楽しみです。それでは早速いってみましょう。重さ的にはこっちが重いんで、軽い方からいきましょう。こっちからいきますね。1点目いきます。まず1点目はこちら。あー、超かわいいんだけど。ベストバースデービエヴァ、大切な誕生日はいつまでも。超かわいい。なんか誕生日ケーキが乗って、ちなみにデザインはこんな感じです。ミッキーちゃんカラーで、お耳のところはクリアで、そしてここにはミッキーちゃんカラーのケーキ、そしてここに刺繍でメッセージが書かれています。これはいいね。嬉しいね。これつけてやるか。じゃあこれでいきましょう。次、2点目。触ってなかった。やばい、マジで泣いちゃうかも。ありがとう。ミッキーちゃんバルーンのポップコーンバケット、しかも赤、赤が欲しかったの言ってたよね。こっちは言ってたじゃん、言ってたじゃん。マジやばいんだけど。もう十分。じゃあちょっとこちらのアップもご覧いただきましょうか。東京ディズニーリゾートでも売っているミッキーバルーンのポップコーンバケットが海外ディズニーには売ってるんですよ。後ろがこんな感じで開いて、ポップコーン入れるような感じになってます。取っ手の部分は日本みたいに肩掛けはできなくて、手持ちのこういう感じになってるんですけど、なんかそれがまたおしゃれで可愛いですよね。ポップコーンバケットとしてじゃなくて、バッグとして使えるみたいな感じになってます。こんな感じです。もう超可愛いんだけど、欲しかったんだ。もう本当に嬉しい。欲しかったんだよ、本当に。ありがとう。あー、もうやばい、本当に嬉しい。次、じゃあこっちの袋、重たかった方いきましょう。次、3点目いきます。3点目はこちら。これなんだろう。あ、これあれだ、レシート、あとメモが入ってました。あ、何か入ってるってのが、ここでネタバレしちゃってますね。あ、ネタバレしてる。じゃあこうちゃんにそれ見てもらうか。これのなんかコメントとかありました？ポップコーンバケット、これあった？うん、日本にはないけど日本でも使えると思って買ったよ。うん、でも残念ながらストラップはついてなかった。やっぱね。あと中のポップコーンは食べさせていただきました。中のポップコーン食べたのね。ということでした。はい、こっちはなかった。イヤホンはね、こいつない。わかりました。はい、な、その帽子はアイリアの誕生日プレゼントらしいです。あ、これ、うん、いや、お土産でバースデーの帽子あげるねって書いてある。嬉しい。ちょっと泣いちゃいそう、ずっと会えてないから。後で結婚パーティーとバースデーパーティーしようねって、その下に書いてある。
線が弱くなっております。嬉しい。今1点目ってことです。あ、まだ1点目なんだ。まだ1点目なんだよ。ちょっと待って。ちょっと休憩です。それではね、ちょっと少し落ち着いたので2点目いきたいと思います。2点目はこちら。あー震える、震える。欲しかったやつだ。この間上海ディズニーランドに行ったと思うんですけど、なかったの。これ狙って探してたんですけどなくて、私が持ってないカチューシャを見つけるあたり、やっぱり分かってる。ちょうど行った頃にあまりピンとくるものがなくて、その中でもアイリーに何か身につけられるものを買いたくて、まあアイリー甘いもの好きだし、これをつけてるところは見たことないと思い購入。さすがだ、超可愛いんです。見てください、ミニーちゃんのお耳の部分ですね、ドーナツになってんので、チョコスプレーとかかけられてて、ほんとなんか本物っぽい感じ。後ろを見るとほんとにドーナツって感じになってます。ブルーのリボンでここがピンクっていう、この組み合わせ、その時点で可愛いですよね。これも日本にはないので嬉しいですね。似合ってる？嬉しい、食べたくなるよ。じゃあ今度こっちをつけてやりたいと思います。次3点目はこちら。うわ、なんだこれ。あかわいい。かわいい。絶対ちっちゃいけど、これは完全に一目惚れ、子供用だけど。なんか子供がミニをいつも持ち歩いてる風で可愛いと思いました。絶対使ってくれ。うん、これ絶対使うよ。超可愛い。見てください、ミニリュックにミニーちゃんのぬいぐるみがくっついてる感じ。ミニーちゃんを背負って歩いてるような見た目のリュックです。で、赤ドットでもうすごい、もう派手派手、すごい目立ちますね。これはザ・アイニャンって感じ。ちっちゃいんだけど、今はミニリュックが流行ってるから子供用でもいけるんじゃないかな。じゃあちょっと背負ってみたいと思います。え、どう？ちっちゃい？ちっちゃい。伸ばせないのそれ？あ、伸ばせそう。伸ばせたらいけるね。一番長くして、かわいい？いけるいけるいける。ミニーちゃんなれる？こんな感じ？イエイ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 。ミニーちゃんも一緒にアイリーと旅する感じ？なんか私的にもバッチリだよ。いけるいけるいける。ありがとう、めっちゃかわいい。ちなみに中は特にポッケとかがあるわけではないんですけど、まあ街もあって意外と入りそうな感じ、使い勝手も良さそうです。これでパークに行きたいと思います。イエーイ。次4点目いきたいと思います。4点目はこちら。ん、なんだこれ。あ、集めてるって覚えてたのかな。ウォルトディズニーワールドのマグネット。コメントありますよ。これはあくまでもおまけ、こういうの集めてなかったっけ。やっぱ分かってるね。すごくない？コメントこれだけです。じゃあ値段合わせかな。あくまでおまけ、値段合わせで買ったとは思えないようなマグネットってところが私は分かってるよね。ちなみにデザインはこんな感じ。マグネットをアップで見ていただくと分かる通り、英語のところがミッキーさんになってたりアリエルになってたりしますね。とってもおしゃれで可愛いマグネットです。早速つけよう、冷蔵庫の横に。嬉しい、ありがとう。次5点目いきたいと思います。5点目はこちら。何事言っちゃった、出しました。何これ。何、ミニーちゃんのリボンの柄のスパッツみたいなやつと、こっち何。うわ、めっちゃ可愛い。じゃーん、よくこれ見つけたね。めっちゃ可愛いよ。手広げて撮るとウォルトディズニーワールドってなる。こちらのコメントは何かありました？ミニーのスウェット×レギンス。あ、レギンスだ、やっぱこれね。スウェットは XS と S がとっても小さく見え、 M を買ったよ。一応私も試着した、うん、いらない情報。東京ディズニーでは買えないロゴのものをあえて選んだよ。そしてレギンスは XS で大丈夫だと思う。ミニーちゃん好きなアイリーがこれを着て寝てたら可愛いと思って選んだよ。さすが、これパジャマとして買ってきてくれたってことか。そうですね。ディズニーに着ていきたい。レギンス無理でしょ。ミニーちゃんのリボンとミニーちゃんといえばの赤ドット、これでうろうろはできないね、確かにね。
でこちらのスウェットの方なんですけど、よく見せると見たこともないね、これね。ディズニーってところにミニーちゃんがいたり、このロゴが赤ドットでミニーちゃんといえばな感じになってます。これが前、これが前、後ろは無地、後ろは無地になってます。めっちゃ可愛いじゃん。以上かな、書いてあります、最後。はいはい。この5つが200ドル企画で買ったものだよ、気に入ってくれると嬉しいなって書いてありました。気に入らないわけがない、マジで。やっぱもう分かりすぎ、来年中分。というわけで20年来の親友が買ってきたウォルトディズニーワールドの200円分のお土産紹介でした。イエーイ。200円じゃなくて200ドルね。200ドルって言ったと思ったんだけど、200円、え、200円って言ってた。嘘でしょ。ちょっともう聞かせて。ウォルトディズニーワールドの200円分の言ってた、すいませんでした。200ドル分のお土産紹介でした。日本では買えない、そしてミニーちゃんだらけ、そして私の欲しかったものが言ってないのに分かってる、これが揃ったお土産たちでしたね。素晴らしかった。一緒にカリフォルニアの動画撮ってたよね。あ、そう、アイニャンチューブの最初の頃の。そうなんです。ちなみにメッセージにこういうの書いてありますよ。はい。海外ディズニーで欲しいのあればいくらでも協力するから頼ってね、だって早く日本のディズニー再開してほしいね。ありがとうございます。もしかしたらしおりに頼んでこの企画定期的にやるかもしれないのでお楽しみに。楽しかったというわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら、スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるのでぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーにな。